今回のバトルの舞台は桔梗コース8番ホール549ヤードパー5、雄大な左ドッグのロングホール、グリーン手前120ヤード付近に隠れた池があるので注意しましょう。さあ、桔梗の8番ホールでございますね、ここはロングになりますんで、はい、改めて、今のところワンダウンします、はいはい、なのでここなんとか勝たないと、はい、何度も改めて言わなくていいです、はい、あと改めて、宇田川さんがまだパッティングをしてますそれだけはちょっと宇田川さん全部やっちゃってる、はい、気を使ってください、お願いします寄っちゃうかよね宇田川さんのが寄っちゃうからね、はい、じゃあ行きましょうか、はい、あ、よいしょと、はい、よろしくお願いします。硬い、うん、ちょっとヒールだけどね、はい、まあ、安全なところにです、はいはい、ナイスです、はい、中川さんは攻めます。そうですね、ちょっと攻めます、ね、はい、ギリギリを、まあ、宇田川さんがフェアウェイに行ってくれたので、うんうん、僕は攻めようかなと、はい、おお、ナイス、完璧じゃないこれは。ナイスです、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、ナイスです、ありがとうございます。金子プロは攻めます、攻めます。どこ行くか分かんないからさ、プレッシャーないよ、左すっきり行くよ、はい、はい、おー、ナイス、もういいですね、うん、ナイスですね、はい、ナイスです、いいところです、ナイスです、ナイスです、完璧、はい、はい、じゃあ行きましょうか、レイカ任せろ、任せますさすがレイカちゃん、はい、ちょっと行きましょう、はい、ここもそんなに差がないんですよね、うん、バクティと、でももう距離、うん、十分出るから、うん、出るから、 OK、 ナイス、これも完璧ですね、はい、完璧です、みんな完璧ですね、うん、素晴らしいですね、素晴らしいですね、 MC も完璧だし完璧ですね乗ってっちゃう、乗ってきましょう、うん、さあ、ちょうどいいフォローの風も吹いてますし、はいはい、じゃあフォロー吹いてきた、行きますか、はい、じゃあスプーンで、スプーンで、はい、はい、行きます、ナイスショー、ナイスです、あー、ちょっと左ですかね、うん、ちょっと左行きましたけど大丈夫ですか、大丈夫でしょ、大丈夫じゃないですかね、はい、池は、池とかありましたよね、あ、でもそこ越えるか、はい、ナイスです、大丈夫です、230、大丈夫です、あ、レカちゃんのウッドを俺間近で初めて見える、本当ですかまだ残り結構ありますね、あります、はい、うん、力強いな、完璧、完璧、完璧です、ね、なんであんなに飛ぶんだい俺よりちっちゃいのにさあ、プロはスプーン当たれば行くんかな、フォロー気味だからね、行くかもしれないですね、うんうん、おー、すごいすごい、行かないや、これ、いや、いや、行かないから、全然、いや、ナイスショットです、ナイスショットです、俺のパワーじゃあそこまでださあ、これで逆に変なプレッシャー今、中川さんに与えましたよ、うん、これでもね、右嫌だよね確かに右ですね、右ちょっとプッシュするとね、振っちゃうと右行く可能性ある、うん、嫌だよ、守りに行って、やだ、止まって左怪しい、ちょっと、うん、ちょっと変な力入りました力んじゃいました今中川さんとかもやっぱり試合の時とかそんな感じで、はい、いや、これ右怖いよな、ボソッと言われたりとかもするの、いや、あんまりしないと思いますけど、その、なんていうんですか、自分たちで多分、はいはい、言うのもあるかもしれないですけど、自分たちに言い聞かせるじゃないですか、はいはいはい、そういうのもあるかもしれないですね、まあ、紳士のスポーツですからね
あそこ紳士じゃない2人が今前歩いてます。後ろ姿が紳士じゃないって言われてます紳士じゃないって言われてます。こういった目黒かな紳士じゃない。いやいや、そんなこと言ってないです。さあ、残りどんなもんでした？92ヤードの打ち上げ、入れて96ヤード、はい、96ヤード、54度のウェッジで、はい、はい、いきます。また寄せちゃうんだろうな、宇多田さん。そうですね。いやいや、いいですか。はい、いきます。遠慮なく寄せてください。わあ、いい感じじゃない、いいね、これまたいいと思います。いいですか。いいと思いますよ。ちょっと右側でも上りのパットが残る感じ。うん、ナイスです。じゃあもう、ね、少しね、はい、うん、もう私したら3度でしっかり行こうか。じゃあもう、うん、そうですね、さっきダメだったから58度、うんうん、それでしっかり行こう。しっかり行きます、ね、もうよかったらしゃあない。はい、グッズイン。もうここはじゃあ任せますね。いや、それ困るんだよ。届いて、ゴー。やっぱ短い。ちょっと短いかな。短いか。でもしょうがないわ。しょうがないです。うん、でもその方がいい、良かったよ。はい。50じゃちょっとな。難しいんですよね。うん、緩んじゃってさ。はい。10、20、30、40。さあ、それでは金子プロの3打目。あ、やっちゃった。どうだろう、イップス出ちゃった。イップス出ちゃった。止まりました。イップス出ちゃったよ。同じく中川さんの3打目。うん、弱いです。さあ、あれ、ちょっとすごい右。あれ、ちょっとラインの読み間違いかな。応援だ。先生ですか。あそこから戻ってくる予定だったんだけどな。絶対絶命。目はどっちだって。こうだね。入る、あ、来たんじゃね。入る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 。来たー。かっこいい。ナイス。かっこいい。すごい。キャディーさんを信じたのよ。ナイスバーディーです。ナイスバーディーです。一応、いや、あの、記念にレイカさんのあのアジアの、はい、マーク、はい、マーク拾ってもらっていいです。チュさん、アジアレイカさんのマーク拾ってもらっていいです。どうぞ。記念に、はい、ありがとうございます。いやいや、返してますよ。さあ、これでちょっとプレッシャーかかったか。どっちかは入れましたね。どっちかは入れてくるでしょう。ょ、見てて、はい、見ててください。下りだよね。結構回るぞ。下りです、下りです。同じラインだと思うんで、ちょっと参考になるように、はい、さあ、これ中川さんが決めれば、この時点で勝ち。オッケー、はい、ありがとうございます。やっと答えだ。宇多川さんね、はい、バーディーパットなんだけど、はい、今日初めてパットする。そうなんですよ。それがあるんですよね。それがあるからね。そうですよね。さあ、これ宇多川さん入れればもう勝ちです。いや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 、いや、パター素晴らしい。ナイスバーディー。ありがとうございました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 。中川デーから中川デーに変わったところで、いや、素晴らしい戦いでしたね。あ、すいません。はい。
さあ皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。さあ今日は、素晴らしい戦いね、この2週間にわたって素晴らしい戦いがございまして、中川さんと、宇田川さんのチームの勝ちということでございます、ね。はい、まあでも今日は本当にあれですね、上位の戦いだったんじゃないですか。そうですね、だって4ホールで3バーディーね。え、そうですよね。まあじゃあ、屈辱的ではありますけども、はい、中継さん、レイカちゃんチームから、はい、じゃあ宇田川さんに、宇田川さんに、はいはい、最後のバーディーパット決めました。宇田川さんにおめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。勝ちゴルフ、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあどうでしたか、宇田川さん、皆さんと運営してみて。楽しかったですね、はい、はい、もう素晴らしい、ね、天気もいいし、うん、いいゴルフもできたと思うんですよ、はい、自分も本当いい、本当珍しいゴルフ、できたと思います、はいはいはい、そんなご謙遜、もう本当にお上手ですもんね、もう中川さんとしてもすごく心強かったじゃないですか。安心感がありました、ね、はい、そのおかげでいいショットが、そうです、ね、出たし、はい、バーディーパット何回も、そうですね、お先までやりやがって。でも最後は教えてくれて、最後やっぱり宇田川さんのパットはうまかったんだってことは証明できたんで、よかったと思いますね。で、こっちは屈辱的です。一応負けは負けですからね、はい、やっぱり宇田川さんも負けるとへこみますね、はい、だいぶ、ね、だいぶ、はい、声がもう何ホーンか下がってます今。ね、でもまた次も、はい、また新たな刺客がやってまいりますんでね、はい、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいと思います。わかりました。はい、皆さんお疲れ様でございました。ありがとうございました。